日本全国の戦う顔をしている皆さん、こんにちは。コンオフの騒動で好感度が下がりまくった福岡ソフトバンクホークス、好感度に反して順位では首位を独走し、憎らしいほどの強さを誇っています。しかし強すぎるがゆえなのか、他球団ならレギュラー確実な成績を残していながら一軍昇格すら勝ち取れない選手も多く、有望な選手たちが飼い殺しの浮き目にあっています。その中で最も浮き目にあっている選手といえば柳町達選手ではないでしょうか。現在2軍で圧倒的な成績を残していますが、昇格の気配が一切ない柳町選手。そんな現状からトレードでホークスを去るのではとトレード放出説が浮上しています。今回はそんな柳町選手の現在とトレードの可能性についてご紹介していきます。2019年ドラフトにてホークス入りを果たした柳町達選手、入団1年目から開幕1軍入りを勝ち取り、2022年には怪我などの理由で外野手が手薄になったことも相まってレフトのレギュラーとして活躍。昨季もレギュラー確定とはいきませんでしたが、自己最多の116試合に出場し、打率2割5分7厘、出塁率3割7分5厘と好成績を記録。さらに5番スタメンで出場した試合は24試合と戦力としても重宝されていました。今季こそレギュラー定着を目指してキャンプからアピールを続けていました。しかし春季キャンプは A 組で完走するも、迎えたオープン戦では8打数1安打と思うような結果を残せず、開幕1軍を勝ち取ることはできませんでした。現在は1日も早い昇格に向けて2軍でひたすらアピールを続けています。ですが周知の通り、現在のホークスは外野陣の層が分厚く、柳田選手、近藤選手、中村晃選手を筆頭に巨人からウォーカー選手がトレードで加入。昨年打線の主軸を打った選手でも1軍に入るのは容易ではない状況。しかしその1軍の外野手争いには、今季育成から支配下登録された尾形選手、川村選手が残っており、この状況は柳町選手からすれば非常に悔しいでしょう。しかし柳町選手は中田も含めた3人はオープン戦与えられたチャンスでしっかり結果残しているので、1軍はその通りだと思いますと冷静に分析。悔しさはあるのでしょうが、自分にできることを遂行するだけといった気概も見えるコメントを残します。とはいえ本来の実力であれば自分がいてもおかしくない1軍開幕戦。この試合を見ていた柳町選手はどんな心境だったのでしょうか。視聴者目線でテレビで見ていました。自分がその試合にいたらというよりは、ただ普通に試合を見て楽しんでいましたねとファン目線で楽しんでいた様子の柳町選手。しかしこのままで終わる柳町選手ではありません。1軍昇格へ向けてアピールすることとなります。そんな柳町選手ですが、昨季打線の主軸を担っていた選手なだけあって、さすがの成績を残しており大きな注目を集めています。今季の柳町選手はここまで2軍で110打席に立っており、打率3割9分1厘、出塁率4割7分7厘、 OPS966 という圧倒的な成績を記録しており、毎日複数安打を記録するほどの好調ぶりでアピールに成功しています。中でも特筆すべきは三振率の低さで、もともと選球眼はいいものの三振がちょいと気になる選手でしたが、課題の三振率は 10% を切っています。現在の柳町選手には四球数より三振数の方が多いという現象が起きており、成績だけ見ればやってることはベイスターズの宮崎選手、現レッドソックスの吉田正尚選手レベルのとんでもないことをやってのけています。この好調ぶりは3月からずっと継続しており、高い安定感も売りの柳町選手。しかし3月末時点の取材では、いやまあ普通です、ぼちぼちって感じです、めっちゃいいわけではないですねと少し口角を上げながらも、まだベストコンディションではないといった様子でした。これから暖かくなってきますし、もっと調子が良くなりそうですね。このようにこれだけの好成績を残し注目を集めている柳町選手。しかしこれほどの成績を残しておきながらも
一軍昇格の気配がない様子。先日した通り、現在のホークスは外野手の層が厚く、近藤選手、柳田選手、周東選手がほぼ固定。柳田選手が DH に回った際には、川村選手が現在外野を務めており、規定にはまだ届いていませんが、打率3割9分3厘と、とてつもない成績を残しています。そもそも、あの中村晃選手がスタメン落ちしているわけなので、正直、今の状態ではどれだけ好成績を残しても、昇格するのは厳しい気もします。そのため、ある説が浮上しているようです。それが、トレード説です。柳町選手は、ホークスでは飼い殺し状態でも、他球団なら間違いなくレギュラーになれる存在といえます。そもそもホークスの2軍は、宝の山と評されるほど、有望株が多く、たびたびトレードなどで移籍して、移籍先で活躍を残したりしているのですが、柳町選手もその一人になれる可能性は非常に高く、ファンの間では、トレードに出した方が良い、という声も多く上がっています。実際、過去にトレード疑惑が浮上したことはあり、経緯は異なりますが、昨年柳町選手は、契約更改を保留にしており、契約更改を保留にした選手は、現在、日ハムの水谷選手のように移籍していたり、三森選手のようにプロテクトから外されていたりしており、その流れでトレードに出されるのではと言われていました。何にせよ、トレードの話自体は過去にもあり、今回に関しては単純に、このまま2軍暮らしというのはもったいないという意見も多く、改めてトレードの話が浮上しているようですね。まあ、これほどの成績を残している以上は、他球団も無視できないでしょうし、間違いなくトレードの申し込みは行われていると思います。ではもしトレードするとなれば、どの球団が動くのでしょうか。真っ先に候補に上がるのは埼玉西武ライオンズでしょう。現在のライオンズは外野手が手薄で、なおかつ打撃低迷で苦しんでいる状況です。それに加えて昨年は山川選手の人的保障の一件で因縁もある両球団、その一件では裏取引のような動きもあったようで、ライオンズはホークス側に対し大きな借りを残している状況なので、もしライオンズが要求すれば、ホークスは2つ返事で手放す可能性は高いと思います。ですが、シーズン開幕からまだ2ヶ月しか経っていません。ようやくサインがチームに浸透してきた段階だと思いますし、サインバレの可能性を考慮すると、さすがにこの時期にパリーグ同士でのトレードは現実的ではないと言えるでしょう。このように厚い選手層の壁に弾き返され、活躍の場を奪われている柳町選手、元来柳町選手はホークスファンということもあり、チーム愛はひときわ強いと思いますが、プロ野球選手である以上は出番がないという現状は筆舌に尽くしがたい屈辱でしょうし、活躍の機会を得るために自ら申し出ていることも考えられます。今季柳町選手の活躍は見れるのでしょうか。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。